はい、皆さんこんにちは、ノッツォでございます。ということで今回もですね、ポケモンユナイトやっていきたいと思います。ということで今回やっていくのが、実はですね、私ユナイトバトル、ランクマッチでですね、マスター隊に行くことができましたと。バーストシーズンね、なんとか、ソロで頑張ってやったわけでございますけども、まああとマスター隊になってからね、何戦か、勝ったり負けたりとして繰り返しておりますけども、このエキスパートからどうやって勝っていったかっていうと、どういうポケモンを使っていったかっていうと、実はこのね、お気に入り登録しているサナちゃんをサーナイトを使ってね、頑張ってまいりました。後半なんかずっとエースワン使ってたんだけど、なんかサーナイトやっぱ好きだから使ってみようってことで使ってみると案外強くて、結構これで連勝したりと言い越して、あれかな、エキスパートにマスターターに行くことができました。正直これ味方のね、あれのもあるかもしんないけど、だけど頑張ってね、ここまで来れたんで、このサーナイトでマスター隊を暴れ散らかしていきたいなと思いますんで、早速ランクマッチ行きたいと思います。じゃあ行きましょう。さあやっていきたいと思います。私サーナイト、私らがピカチュウ、そして月光ガニ、カメックスといったパーティーとなっております。ということでやっていきましょうか。なかなかね、いいパーティーなんじゃないかなと思います。ちょっとわかんないけど、何が良くて何が悪いのか、未だにこのマスター隊になってやってるわけだけど全然わかんねえという話でございますと。おい、めちゃ強いな、そのカメックス。弱点ゼニガメくんよ。これさ、平画に取るパターンと、もうあれなんだよね、もういきなりゴールを入れに行くっていうパターンがあるんだけど、大体ゴール入れに行くか、みんな。やっぱさ、この弾の数が多いほど多いほど何ゴールに入れにくくなるから、この10ぐらいの段階で入れるっていう人も正直いるよね。だからやっていきましょう。あ、っていうことは、このサーナイトのね、持ち物とか技、等はですね、貼っつけておきますので、これをね使って今までエキスパートからマスター、そしてマスター隊でもこの装備でやっております。課金とかねしてないから、そんなに強いアイテムを作れてないっていうのが現状ね。これでもなんとかなるということでございますと。いや、ゼニガメ強いよね、ほんと。で、カメックスになってからのさ、ローリングしながら水しぶき出してさ、するやつめっちゃ強いんだよな。アホみたいに強い、それが。やばい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 。もういいよ。これ死ぬよりは、だもんね。死ぬよりはいいもんね。あれ？あんなにたくさんいたのに。なんか冷静、あれ静かになったね、現場が。カメール下にいるな。これは着々とレベルアップさせて死なないようにすること。まず俺はサイコショックを覚えるところから始めないといけないもん。あいつやばい。アブソル下にいたから、これ上の方テオスなんじゃないか。いや、そんなことないわ、全然そんなことね。ケロマツいる、ケロマツか。レベルアップして6レベルなったらさ、キルリアになってサイコショック覚えんだよな。アブソ下行ってるな。これケロマツしかいないか。これゴール守ってんだろうな、ケロマツ。これ見てなかったわ、やばい。いや、これゼニガメ進化した方がいいな。オッケーオッケーオッケー、ナイス。上3匹だろ、上3人いるから大丈夫だ。これ進化したいな、進化したい進化したい。オッケーオッケーオッケー。これがあるとないとでは違うからね。これ下行くべきか、下行くべきか。これやっぱ亀取った方がいいもんね。一人上にいてもいいかなって俺は正直思う。結局亀取ってもさ、点入れるゲームだから点が多い方が勝つから、亀取った方が有利なんだけど。あ、何してんの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 。よしよしよし、ルカリオに一網打尽にさんのが一番やばい。よし、オッケーオッケーオッケー。これ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 強いよな、ほんまに。なんで動けて妨害無効なんだよ、マジで。ふざけんなよ、修正しろ、それ早く修正しろ。強すぎるんだよな、あれやるとさ。その何、混乱効果があるやつとかもう
何も聞かねえからな、本当に。アホみてえに強えんだよな。アホみてえに。やーべえ、アブソルのパワーも半端ねえんだよな。これさ、下行く？上の、上行ってさ、点数入れた方がいいような気がしてきたんだけど。これ、亀取れない可能性あるじゃん。で、これ、ムーンホースすんな。ムーンホース強いわ。これ。上行くべ。上行こう。下のゴール、取られるかもしんないけど、上行こう。うわうわ来てるわ。いや、なんちゅう威力だお前。アブソルの威力半端ねえんだが。ビビるよね。こっ、けっ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 。なあ、何その火力っていう。このこいつの火力にビビる。やばい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 、負けるぞこれ。いや大丈夫だ、まだやれる。本当に大変だわ。レベル差あるとね、もうアブソルとかにやられちゃうのがね、結構やばいんだよね。まあ、これ遠距離の宿命かもしんないけどさ。いや、逃げていい逃げていい逃げていい。くそ、この弾は俺がもらう。どうだ、どういう感じだ今。点取れないのがまずいから、上に貼っとこうかな俺。やばい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 。威力高いし、これここにいよう。亀も取らないといけないけど、点数入れないとな、まずいもんな。いやー、月光がいるわ。亀いるよね、亀取るよね。下戻るか。いや、集める。やばい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 。亀がやばい、亀がやべえ。死にかけてる。行こう。これ上行くか。亀は無理だ。うわ、無理、難しいな。え、取ったの？やばいやばい、それはやばい、それは熱いわ。多分死にかけて取ったんだろうな。ようやったわ、ほんま。オッケーオッケーオッケー。あとはロトム取る、ロトム取る。オッケーオッケーオッケー。あの、私やかの活躍によってワンチャン勝つことができるかもしれないぞ。いや、勝つんだ、ワンチャンじゃなくて。これね、ムーンホース強いのが、あ、強い、それ。ナイスー、オッケー。いや、私だがマジナイスありがとう。しかもサンダー前でね、激アツ展開じゃん。いやー、これ敵も大量にいる中であんまりやらない方がいいかもしんないけど。いや、俺も手伝うか。いや、オッケーオッケーオッケー。よし、これ使い時だな、使い時だな、使い時だな、使い時だな。やばい、これ死ぬか。やばいやばい、ギャー、なんだその詰め方。おお、ナイス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 、サンダーナイス。いや、あとはゴール守るか。俺はもう守った方がいいな。もう0対7だし、行く意味もないし。早く復活してくれ。は、待機待機。
どこだどこだ、どっちだ、来るよね絶対、こどっちか来るもんね。真ん中が右か左かどっちだ、わかんねえぞ。これは待機待機、クソがよ、クソがよ、いやそうなるよね。待て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 、一人残った、よかった、一人残った方がよかったか。よしよいっしゃっと、まあ、味方の様々な感じもするな。あ、4人死んでるんか。いやもう待機しよう、怖いから。下手になんか100点いられたら負けそうな気がするから、オラ陣地を守る。上か下か、やっていい、うい、無理だよっと。オッケー、俺味方のおかげで勝ったんじゃないか。本当にありがとう。なんかな、違うんだよ、動画外ではちゃんといい戦いできてんのよ、これ本当なんよ、許して、本当にねできてるんです。さあいいねしてね、いや本当に大変ですね、ありがとうございました。さあやっていこう、私サーナイト、ルカリオ、S1バリアードプリンといったパーティーとなっております。ということでやっていきましょうか。んじゃあ俺下行くわ。おい誰か真ん中行ってくれ。誰か真ん中行ってくれ。誰も真ん中行かないからビビったわ、さすがに。 OK、 ちょ先に行くね。まあいいや、俺がこのバリアードをちゃんと処理しとくわ。いやバリアードじゃねえ、エイパムだ。バリアード処理しちゃダメだよね、味方なんだから。ちゃんとね倒そう、コツコツ倒すことが勝利への近道なんですよ。急がば回れっていうのがあるんだよね、わかるかい。さあどうしよう、点数入れに行くか。怖い、無理だ無理だ。え、なんであのバリアードあっち行っちゃったの、もうやばいよもう。何やっちゃってんのよ、眠りがねあるといけないから。うわ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 、やばいかこれ。 OK、 あれ、あールカリオ死んじゃったか、まあ大丈夫だ。めっちゃ詰めてくるやん、ちょっとめっちゃ詰めてくるやんけ。上がねできれば下来てほしいけどね、まあ上でもいいけど、結局点取りなんでね。いや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 、あなるほどシードか、いやそれバリアード死なないかそれ、大丈夫か、それ死ぬような気がするけど、バリアード、バリアードさんって言いながら。やばい、よし、いやープクリンいるね、これカニカマ狩る、ヘイガニ狩る。いやレベル6になってなりたいね、さっきと同じです。レベル6になりたい、早く。 OK、 あ弾落としてるよ弾。みんな来るんか、みんな来ちゃってんのか。 OKOKOK、 ラビフットがピクリン同士は泥沼だよ。どっちが眠れるか、どっちが眠れるしになれるか、そういう勝負。やばい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 、ちょっと倒せたぜっと、こい。あーどうしよっか、亀展開されたけどどうする、どうするのがいいんだ。よし亀つ、うわー一気に持ってかれてった、これやばいか。いや
亀を、亀をやろうとしてる。オッケーオッケーオッケー。亀はまだ攻撃されてない。大丈夫かな。これ。点数入れにくか。ナイス！それナイスだわ。それナイスだわ。それナイスだわ。なんかラグいラグいラグい。すんげえラグかった。すんげえラグかった。すんげえラグ子ちゃん。ナイス。やっぱ亀取ると違うな。やっぱ亀なんだよな。下のゴールなくしてもいいのって感じだけど。これはロトム取った方がいいか。4人で守ろうか。4人で取りに行こう。うん、いやいやいや、逃げた方がいいと思うよ、ルカリオさん。無理に戦わない方がいい。無理に戦わない方がいいよ。オッケーオッケーオッケー。これ、ムーンホースで動きを止めると、ナイスー。まあ、こういうことができるんですよね。どこにいる？くそ、カエルが。下も壊されたのか。ああ全然大丈夫。でも上が残ってるから、上が残ってるんだったら OK や。よし、これ下行った方がいいか。3人いるもんね。いやでも大丈夫そう。じゃあ俺はここのルンパパとか倒すか。で次カメ来るから、その時にまた下行けばいいのかな。 OK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 。 なんかこのアシストみたいなね、こうファインプレーみたいな感じのあれができたらいいんだけどね、なかなかできなさそうだ。まあとりあえずサーナイトにはなったわな。よし、待つか。ゴールする。これはカメを先に攻撃しない方がいいな。後から取るっていう作戦の方がそういうかもしれない。やばい、これはやばい。 OK、 ナイス。やれてるやれてるやれてる。よっしゃ、俺も全開だ。取ったか取ったか取ったか取った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 。ナイス、取ったよ取ったよ。あ、行かない方、行かない方、行かない方、やばい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 、やばい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 。調子乗ったな。まあまあ、カメ取れた、カメ取れた、亀取れたから、今度はロトム行こう。もうこの繰り返しだよな。さっきのユナイト技の使いどころは良かったんじゃないの。ナイスじゃないので、こっち側はあれなんだよな、ゴールが、ゴールがあるから取りやすいんだよな。これよく考えたらプクリンとさ、俺のムーンホースで締めさせてっていう、めちゃくちゃ強い感じになるんじゃないの。かわいそうだわ、さすがに。よし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 、行くか行くか行くか。ロトム行こうか、ロトム行こうか、ロトム行こう。あいや、死ぬ、あ死ぬ、あ死ぬ。バリアードがカメックスを追い詰めてるが、そこに球根がやってくるからめちゃくちゃ危ねえと。あ、倒した倒した、ナイス。 OK、 バリアード守れたようや。これ上のゴール点取られそうだから気をつけておかないとね。いやもうここが本当に難しいところ。ゴール守るかサンダー取りに行くか。もちろんサンダー取れたら負けるからさ。だから今ゴールを守る方が強いような気がすんのよね。やばい、ナイス、めっちゃ強い。それやばいやばい。うわー、それは読めんだな。いやサンダー大丈夫そう。あ、大丈夫そうだな。これなんかさっきと似たような感じになりそうで嫌だわ。待機中に
サンダー取られるみたいな。これもう勝ったじゃん。ねえ、やばいやばいやばい。プクリン来るから、せめて点数入れた方が強いね。よし、俺も全開でいくよ。 OK、 全開いったよ。よし、うまいこといったんじゃん。倒せたよ。ちょ、ゴール入れさせてくれ、頼むから。ようやった。いや、なんかまたいまいちだったな。もう少しね、いい戦い見せられたらなと思うけど、なかなか。みんながサンダー取ってくれたおかげです。タイさん、ありがとうございました。さあ、やってこう。私、サーナイト、プクリン、そして月光オーガニカ、ウェックス、リゼラオラというパーティーとなっております。じゃあ俺上行くわ。誰も来てくれないか。そんなことはないよ。ああ、間違えた間違えた間違えた。そっちに会いたかったわけじゃないんですよ。そっち寄せられちゃったわ。これをね、2つに2人に当てると、 A パブ2人組に当てると、こっからが難しいところではございますけどね。いやー、取りたかった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 。こ、あ、これこれこいつやれそうだぞ。いや、いや、なんかあんまりあんまり良さそうに見えない。え、ちょっとちょ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 、ゼラオラ。まあ相手の陣地で戦うのはさすがに厳しいよね。まあまあまあ、そんなに大したことないよ。おい、小じきすんな、小じき、小じきすんじゃねえ。うわ、レベルがあるな、これ。蜂が展開される、蜂が何秒に展開されるんだ。8分50秒の時に展開されるんだ。それ知ったわ、ようやく。やばいやばいやばい、レベルはアップしてるか。やばいかやばいかやばいか。じゃあ、カニ取るわ。カニ取ってこう。まあ、知らないことがね、大変、大切だから。下も結構なんか大変なことになってん。やばい。守るしかねえ。守るしかないよ。守るしかないよ。守るしかないよ。あ、初ゴール決めた。ナイス。で、さっきも言った通り、1回戦、2回戦目と言った通り、言った通りにですね、レベル6になってから本番ですから、最後ショック早く覚えてると。サポートお願い。んなこと言われてもな、こっちもこっちで大変なんだべ。2人か。ゴール入れられるじゃん。どこ行ったんだろう。え、みんな下行ってる。じゃあ俺も下行くか。やべ、あと1でレベルアップするから、解放される前に取っておきたいな。弾が弾が弾が、いや、もうほんまに強いよな、カメール。アホみてに強いし。オッケー、最悪ショック。下はまだ、あー、どうする、これ難しい。あんまり近寄ると本当にサーナイトっていうか、ヒルリアはあっちゃっぱになっちゃうからね。あっちゃっぱよ。いや、それそれそれ、その回転、その回転がアホみたいですね。いや、これサイコショック、もう少し打つの、ま、我慢してきたらな、よかったんだけど。ナイスー。まあ、これはもう正直なんかどっちも取ってもよかった。もうなんか勝ったよね、こっちが。よし、入れるか。で、上行こう。上行きまーすと。
なあ、手薄になってるから向こうはちょっと諦めてって感じか。なるほど、それもいいだろう。ゴール入れられてゆく。わあ、これはしゃあないな。オッケーオッケーオッケー。これサイクショック、サイクショックで撃つ、撃ち抜く。これ上のゴール守る、下行く、いや下でもゴール守った方がいいな。これプクリンやばいからプクリンの応援に行こう。 OK、 上どっち、応援集合どっちだ。まあリードはしてんだよ。亀を取ったことによってね、ゴール狙いに行く。下3人がいる、ちょ見えないな。うわっ、これはしゃあない。上行こう、入れるよっと。もう一つあったな、下にあるから入れるか。あー、なんもない。こう下行った方がいいな。うえっしゃい、こんにちは。はい、こんにちは。そこにいるよ。よっしゃ、俺も解放だ。よし、触らないと後出し強いかもね、本当に。それ強いと思う。いやー、それ強い。触らないと吸収するからさ、これは。よし、これはみんな来るの的、みんな来るの的。やばいやばいやばい、あーステルスロックが。やばい、亀取れる、亀取られる、亀取られるが。いや、しゃあなし、切り替えよう。これ守ったがいいか。いや、俺は上行く、俺は上行く。ちょっと相手のゴール取りたいな。あと十何とかだったよね、あと十何とかだったから上取りたいなっていう気もする。やばい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 、これは。ロートも捉えちゃうかな。でも、ただの50点。くっそ難しい。こっち行くか。集まってるもんね。ロートも抑えないとこれやばくない？ロートも抑えないとやばくないこれ。だってサンダー解放のロートもってやばくない？倍だもんね。いやいや、無理に行かないといい。ちょ、分かんなくなってきたねこれ。これ0点だからマジで0ポイントしか持っ0ポイントしか持ってないっていうか、持ってない、何も持ってないから俺これ。やばいよ、いやちょっと分かんなくなってきた。いや、これサンダー攻撃してもいいのかなっていう。これユナイト技の使いどころで決めてだなっていう。今使う、グラー。うわ、取られたかこれ。ちょっと分かんなくなってきたね。いや、ワンチャンあるから、ワンチャンあるから。うわうわうわ、入れられた。くそ、
ソが。うわ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 。さあラストだが頑張っていくか。まあもう攻めてくることはないだろうな。注目。おい何もねえぞ。何もないんだが。あー違ったな。だからね、よくかわした。それナイスだわ。あの中さなかで相手のゴール壊すっていうね、根性見せてくれたわ。はい、ということで、まあ3戦目はこんな感じタッチの結果になったわけでございますけどね。対戦ありがとうございました。まあこんな形でね、まあやってた、まあ勝ったりもしたし負けたりもしたかなっていう、まあところではございますけどね。はい、ということで、まあ今回ね、ここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。